タク。はい。本当に来たらびっくりするわ。びっくりした。なんでですか。ああ、ありがとうございます。来いって言ってたんで。小島くん。来ました。はい。あのオーラとか守護霊とか見れる人いるって言うじゃないですか。はい。ね、で僕まあそういうの全く信用してなかったんですが、うん、あの仲のいい芸人のおぎやぎの小木さんからちょっと電話ありまして、うんうん、小木さんの奥さんでそういうのが見れる知り合いができたから、うん、今飲んでるから面白そうだから、うん、ちょっと小島さん来ないって言って、はい、でアンガールズの田中と一緒にいたんですけど一緒に行ったんですよ、うん、はいはい、したら、まあ、まあそんなに信じてないけどまあまあ言ったからね、うん、あの僕その何が見えるんですか後ろ何ついてるんですかって言ったら、うん、あなたの後ろには死神がついてるってまず言われて、うん、人のねこのオーラとかパワーをボンボン吸い取ってるから僕には害ないんですって、うん、周りがどんどん疲れていくと。でそんな話してる時にパッと田中ねアンガールズの田中見たらもうぐったーっとしてるんですよ、うん、でお前本当かよみたいな、こんなん信用できねえよとかいうことがあって、うん、で後日アンガールズのトークライブにその小木さんの奥さんとそのオーラ見れる人来てたんですよ、うん、で僕が隠しゲストで出ることになってたんですけど、そのアンガールズが出てる時はわー笑ってたんですって、そのオーラ見れる人が、うん、僕が出てきた瞬間にガガーって気絶してで僕出てちゃんと笑い取りましたよ僕そこで。で吐けたらえ何かあったのみたいな感じになるんですってね、うん、っていうことがあって、うん、なんだよその話ってなるから、うん、ちゃんとしたプロというか、うん、それお金取って、うん、オーラとか見れる人に見てもらおうって流れになったの、うん、それで見てもらったんですよ、うん、僕の後ろに死神なんかついてるんですかって聞いたら、いやそんなのついてないですって言って、あ、よかった、うん、ちょっと安心して、じゃあ僕のその後ろには何が見えるんですかって言ったら、ちょっとこれわけが分かんないですけど、ホタテのビラビラがついてます。わけが分かんない。だからホタテのビラビラがついてるって言われて、でもいやもうビラビラは分かったと譲ろう、そのビラビラはいいビラビラなのか悪いビラビラなのかってそれ聞いたんですよ。そしたらただのビラビラですよ。わけが分かんない。友達なんでガコーンってなったの。分かんない。結局ビラビラでガコーンってなった。なるほど、なんでしょうね。いやもうめっちゃおもろかった。不思議すぎる。すごいですね。うん、めっちゃ飛ばしますよ皆さん。面白い。すごいな。いやーこれ、いや松本さんだ、ね、言うてはりますよ今。滑らんなって言うてはりますよ。ああ、うん、ちょっと行きましょう、はい、ちょっとこっち行きましょう、こっち行きましょう、こっちばっかりや。行きますよ。うわ、宇治原。まあ前からすごくもちろん出させていただきたいという気持ちでいっぱいだったんですけども、はいはいはい、今日やっぱこうやって来てみたら何かの間違いで今からクイズ番組が始まれへんかなと思って。やばいな、ね、残念ながら始まらない。始まらないですよね。まあ僕京都大学を出ておりまして、はいはい、で、まあ、うちの相方も大阪府立大学っていう、うん、結構まあ関西の方では有名な大学で、はい、でまあその吉本でいろいろ舞台とかテレビとか出させてもらうようになった時、その結構その取材を受けたりとかいろいろあって、うん、吉本内でも話題になって、うん、でまあ2人とも大学現役で行きながら、うん、吉本の我の仕事してるっていうことで、なんていうかその真面目な方というか、うん、この師匠になればなるほど褒めてくれるんですよ。そういうのそうやな、頑張ってるなお前ら偉いなみたいな感じで、うん、で、まあ、ある時初めて西川清師匠にお会いした時に、はい、NGK の舞台の袖で先輩が紹介してくれたんですよ、うん、こちらロザンって言って、で京大と大阪府立大学行きながら現役でやって、しかも漫才もやって頑張ってるんですよって言ったら、うん、清師匠がこう目つぶってこういう、うん、あの僕らがよく知ってるような感じになって、でなんかこうお話でこうよく中春とか熱い人でっていうの聞いてたんで、うわめっちゃ感動して、もしかして泣いてくれてはんのかなと思ったんですよ。ならバッて目見開いて、どっちかにしって言われて、なんかその一番真面目な人ってやっぱこうなるんやなるほど。ほんまやわ。なるほど。らしい。おお。めっちゃ。まあこれは僕と一緒にまあ学祭に行った時のまあサバンナ。はいはい、サバンナ話なんですけど、工業高校ってあんまりこの聞かないじゃないですか。ね、でなんか。
学生たまになんでこの時間にやんのみたいな、午前中やったんですよ。で、まあ、サバンナはその前にもどっか行ってて、僕らが先にネタをやると、ね、ネタやってたんですけど、あんま受けなかったんですよ。で、まあ、ちょっとまあちょっと下ネタ入れたりするとやっぱりわーって湧く感じやったんですよ。で、まあでもまあまあでもまあ迷ったかなっていう感じで終わって帰ってきて、その状況を知らないサバンナがもうそのまま飛び込みでネタ始めたんですよ。なるほど。な、受けな、あんまり受けなかったんですよ。重かったよ。で、生徒の一人が途中で、俺ではおもろいぞ、たまにおるね、そういうのネタいるじゃないですか、感じ悪いです、ね、ちょっとまあそのサバンナもちょっと受けてなかったのもあって、茂雄がプチッと切れたんでしょうね。おい、ちょっと待てと、今誰か、俺のおもろい言うたやつがおるやろ。で、茂雄はそこでお笑いって、そう楽しそうにやってるけど、人を笑かせるってどんだけ難しいことやっていうのを、教えようとしたんです、今言ったやつ、あ、いいでしょ、じゃあ舞台上がってきて、ネタやってもらいましょう、言って、もう茂雄が、ってやったらもうわーってなるから、もう上がらなあかん状況を作ったんですよ。ほんならそいつが、まあまあまあちょっとなんかこういう感じして上がってきたんですよ、で、はい、じゃあネタどうぞって言ったら、そいつ、校長先生のモノマネして大爆笑、ずーっとポカーンって思ってる。なんか茂雄もなんか どうしてやるやんけお前みたいな、大爆笑どっぷりよ。ものまねね、何個かレパートリーあったみたいで、全然あれが収まれへん。それでも出番終わりみたいなサバンナ。まあまあ往々にしてあるよね、そういうことはね。さあ、いきます。怖いですね。途中までゼロやったのね。すごいや。あのね、はい、まあちょっとこじゃれた、はい、まあ喫茶店というよりはカフェという感じのところで、はいはいはい、放送作家の松本君っていうね、松本ってまあ我々吉本入ってしばらくしてからもずっと一緒に、はいはい、ライブやったり、まあ、番組やったりしてる放送作家の松本君、松本と二人でお茶飲んでたんですよ、はい。隣にね、なんかちょっとキャリアウーマン的な女性が一人でお茶飲んでありましたよ。ほんでそこでこう喋ってて、はい、まあもう15、6年の付き合いですから、松本とは。はい、ほんで松本に、あの、山地の話聞いたって言うたんですよ。うん、この山地っていうのは、もともとの我々の元マネージャーなんですよ。うん、ほんでその松本も知ってる、はいはい、共通のまあ知ってるマネージャー、はい、山地。今は違うんですけど、その山地の話聞いた、え、聞いてないです、つって。どうしたんですか言って、ほんでその山地がもう、マネージャー離れても何年も経つんですけど、ジュニアさんちょっとお願いがあるんですけど、はい、今度あの子供が生まれることになりまして、はい、ほんであの男の子やって分かってるんですと、はい、そこでそのまあジュニアさんでそのまあ大喜利をやったり、うん、そのなんか物に名前つけたりするのが好きじゃないですかと、はい、名前をちょっとつけてもらえませんかって、はい、言うてきたんですよ、はあ、山地が、はい、で、それのそんなん、ね、言いながらも、ね、まあそう言うてくれねえったらちょっと考えるわって言って、はい、で山地ですからね、山に、地面の地で山地なんですよ、はいはい、僕はね空海どうやと、あ、山と地と、山と地と空と海全部ひっくるめるみたいな意味もあって、大きい子になるみたいなことで、はい、空海どうや、はいはい、山地空海どうって言ったら、いいですねー言って山地が、うん、うわめっちゃいいですよ言って、ちょっとあの自覚を調べますって、はい、家帰って奥さんと調べたらしいんですよ、はいはい、ほんならその自覚もめっちゃええと、これはええのモーターよし空海にしようってなってたら、その奥さんのご両親が、はい、いやちょっとなんぼなんでも赤ちゃんに空海はちょっと行業しすぎると、うんね、大風呂敷広げすぎやろそれ言って、うん、それは名前負けするって言って、それはもう絶対やめといた方がええって言うんで、えらい反対されて、はい、で結局心が太い子になってほしいっていう意味で、シンタ、心が太いでシンタっていう名前をつけました、はい、で、すいませんでした、なんかせっかくつけてもうたのにって言われたから、いやいや全然全然ええけど、うん、山地あのな、心が太いって書いてそれところてんって読むねんそうですね、そうですね、ところてんって読むんですよ、はい、ね、結構ポピュラーな、みんな結構知ってるぐらいの、そうですね、よく問題出そうな、よく問題に出る、はい、ね、それはお前ところてんやでと山地がうわーってなって、
しもたー言うてもう名前出してるから山地ところてんって自分の息子につけたんですよ、はいはいはい、ただのたけし軍団ですよ。イベラッキョさんですよ。そうです、ね、山地ところてんっていうね話を松本としてたんですよ、はい、うわ山地アホやところてん自分の息子に言ってたら、はい、その隣でお茶飲んであった、はい、そのね女性が、はいブワーってコーヒー吹き出して、はい、すいませんすいません言って、はい、あの全部話聞こえちゃってて、はい、でもところてんはダメだって。かわいそうに。たけし軍団ですね。たけし軍団やばいっすね。心が太いも何もあんなもんはもうブニャンブニャンですから、ね、太いですね。この前なんですけど、うん、まあ、子供もさっき君にも言わはったんですけど生まれたんですよ、この後宮川大輔の出産直後の話。滑らんな滑らんな滑らんな。この前なんですけど、うん、まあ、子供もさっき君にも言わはったんですけど生まれたんですよ、でそれが帝王切開で出産したんですね。で入院してたんですけどそこにこう遊びに行って、まあ、面会ですよね、うん、行って大丈夫か言って、うん、で普通に喋っててちょっとでもこう面白いこととか笑ったりしたらその傷口が痛いから、痛い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 ちょっとやめて大ちゃんやめて痛い痛い痛いってなってたんですよ、うん、でこれはちょっとこうもう普通にしとかなかわいそうやなと、うん、ちょっとしても痛いねなと思って、ほんで僕らまあシーンと、まあ、ずっとまあ普通の会話何気ない会話ぐらいしていてたんですよ、うん、ほんなら京都からうちの親父が来る言うて、うん、でお父さんが来たんですよ、うん、で「まあこう大丈夫か元気かありがとうな産んでくれて」言うて言ってるんですけど、うん、まあこう急に「痛い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 」って言うたんですよ、うん、ほんで「ちょっとお父さんが散髪してるやん痛い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 」って言うんですよ。お父さん散髪してきてたんですよ。それがツボにはまったみたいな。しないやんそれは。散髪してて痛い。ちょっとお父さんほんまちょっと分かって、ちょっと痛い痛い。お父さん散髪してて痛い痛い。そんなおかしいけ。ちょっとほんまもうちょっと痛い痛いってなって、俺もうあかんわ言って、お父さんちょっと喋りたいこともあるかもしれんけど、ちょっと下でお茶でも飲んでって言って、ほんで下行ってたんですよ。ほんで。かわいそうやな思いながら、まあこの横にいてて、大丈夫落ち着いたって言ったら、うん、落ち着いたって言って、もう大丈夫お父さん呼んでも、なんか喋りたいことある言ってるし、そうやね、うん、なんかごめんな言って笑って、言って、大丈夫呼ぶで、言って、で、下にお父さんに電話し、あ、お父さん、まあこもう大丈夫や言ってるし、来て、落ち着いた、分かった、言って、ほんで、また入ってきて、まあこ大丈夫かって言ったら瞬間に、いないいないいない。もう今日無理やな今日どうぞ無理やなちょっと1週間ぐらいしたら来るわマーコお父さんその日はもうそのまま帰ったそういう話何がつもりはまったか分かんないそれはそうかまあまあ1週間経ったらまだね髪も馴染むしななんですけどねよいしょダメおおちょっと長なりますけど、はい、僕結婚してるんですけども、はいまあ、うちの嫁のお父さんなんですけど、はいはいはいまあ、お父さんがですね、非常にがさつというか、うんまあ、下品というか、まあまあ、デリカシーがない人なんですよで、まあ、例えばそのお父さんおって僕おって、まあ、嫁がおる時に、まあ、そのお父さんはその孫が欲しいみたいで、まあ、僕は子供いないんですけど、うんはいはいはい、孫は見たいという意味やと思うんですけど、うんまあ、嫁がおる目の前で「なべちゃんなんでやなべちゃんこれ好きやろ?」とかね言うてまう人なんですよ「これ好きやろ?」って私なかなかあかん芸人結構芸人なんですね広島なまりの大阪弁ですごいことを言うてたりするんですよすごい、ね、あと僕結婚する前にちょっと同棲しとったから、はい、でまあ
結婚して入籍して、うん、でその報告をねお父さんにするときに、うん、まあお父さんに入籍しましたって言ったら、うん、そのお父さんが、まあ、それはええんやけど2万円貸してくれんみたいなこともうひどいんですよ、ひどいんですよお金もないし、うん、みたいなで、まあ、そんなガサツさと、うん、あとまあ酒、うん、ギャンブル、うん、まあ、借金などがまあ、うん、盛り込まれまして、はい、その嫁うちの嫁が4歳の時に、まあ、奥さんに逃げられてるわけですよ、はい、うん、でまあそのそこからはそのお父さんと、まあ、嫁とその嫁のお兄さんと3人でもう極貧生活が始まるわけですけども、はいはいはい、でまあその中で、まあ、嫁が、小学校3年生ぐらい9歳ぐらいになった時に、うん、まあお父さんもちょっとあの、まあ、男ですからいろいろ遊びに行って、うん、でまあ門真、大阪の門真っていうところ住んでたんですけども、うんうんうん、まあ、それの駅3つ離れたところに千林っていうところがあって、うん、あれですね、うん、でまあちょっとエッチなところもあるよっていう、はい、まあスポットがあって、はい、であのお父さんはですねそこにまあ夜な夜な、まあ、よくその女性をですね、うん、まあまあまあ遊んでたんですよ、でそしたらねある日ね、うん、そのお父さんがもうその女性に惚れ込んでしまいまして、でまああの家で、でその嫁とそのお兄さんと3人で、うん、家族会議やと、うんうん、お父さんその千林の女性と結婚しようと思う、もう、うん、いきなりお前らもお母さん欲しいやろ、新しいお母さんなっつって、でまあ嫁らは、まあ、いやそんなん嫌やお母さんいらんとかなってて、うん、で何言ってんねんや、わしの幸せも考えてくれみたいなお前のせいでこういう生活になってんのにみたいな苦手なお父さんなんですよ、はいはい、ほんで涙や何にありながら結局よっしゃ結婚しようっていうことになったんです、うん、で家族一致して、でお父さんが実は明日そのお母さんと会うことになっとる、うん、明日あの待ち合わせしとるからみんなで会いに行こうっつって、うんうん、で次の日、うん、車に乗ってお兄さんと、まあ、嫁を連れて、で門真の駅で待ってたんですよ、うん、ほんなら5時間待っても来ないんです来ないんですよ、で嫁もこれはお父さん来えへんとんちゃうみたいなことで青川黙っとれ、来るもんは来るんやみたいなことがあってそう切ない時間がずっと続いて、でいよいよ日も暮れてもって夜になって、で8時間経ったんですよ、ほんなお父さんもさすがにしびれ切らして、うん、もう我慢できんっつって車でそのよく会う千林の方面に車を飛ばしていったわけです、はい、で車を飛べてその嫁候補の人が来るかどうか待ってたんです、うんうんうん、そしたらその女性が来たんです、お、でも横には多分お客様らしき男性を連れてるわけですよ、ブワー来て、でその時にお父さんが会いに行ったのにもかかわらず隠れろっつって悲しい、いやー切ないな、悲しいな、お父さんの声終わったっていうちょっとでもいい話ですね。そうですね。ちょっとね。うん、じゃあ続いていきましょうか。はい、うん、あ、おお、これはお乳が来ますね。初登場が。これ嫁なんですけども、もう本当つい最近の話です。うん、ご存知の方いると思うんですけど、あまり動かない方で、まあ、1日の8割ぐらいこういう状態でずっと寝そべってらっしゃるんですよ。デブショーのね、まあ、それはいいんですよ、僕洗い物と全部するんですけども、ある日帰ってきてちょっと晩飯時やったんでお腹減ったから、あの晩飯どうするって言ったら、このままずっと返事をしてくれないわけですよ。あるあるある、うん、晩飯どうしようか、俺なんかパスタかなんか作ろうか、どうしようか、なんかピザかなんかどうする、晩飯ずっと全然言ってくれないんですよ、どうしようかな、なんかパスタ作るなって言って台所行こうとしたら、お寿司、何お寿司って言うんですよ、おお、お寿司出前取ろうかで、最近ちょっとね、あの美味しい近所のお寿司屋さん見つけたんでよく出前取るんですよ、お寿司じゃあ出前取ろうか言って、こうメニュー見ながら電話をしようとしたんですね、で嫁が急にバーッと立ち上がって、あのお風呂場の方の洗面台の方にバーッて行きよったんですよ、で
何頼もうか。あの特選の握り前頼む。特選の握り2人前でええか。あ、3人前で1個な。子供用サビ抜きで特選の握り頼むな。頼むで言って電話取ってピッピッピッってやってたんですよ。ほんだらその風呂場から廊下をダダ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 ダ走ってきて、僕の押してるボタン押してる手をガーッ止めて、なんやねん言うた嫁が、意外とチラシ寿司って言ったんですよ。何それ何それ何それ、上機嫌じゃん、上機嫌じゃん、上機嫌なの。意外かどうかお前次第やし、知らんの。でもチラシ味って テンション高い時にチラシ味って多分そう、意外かどうか知らんよ俺は。いきます。まあ、娘いてるんですけど、まあ、結構年頃で、あ、いくつだった、今は中学生になりました、はい、でまあ、あのたまにしかやっぱり東京にほとんどおるんで、あのたまにしか喋らないんですけど、やっぱり、まあ、大きなったなとかアホやなとか賢いなとか優しいなとか、やっぱり喋ったらいろいろこう思うんですけど、小学校5年ぐらいの時にまだその時は一緒にお風呂入ってて、で僕が先出たんですよ。ほんで体バーって拭いてるところに娘もこう来たんですよね。で息子はもう先に嫁はんの方行ってるんですけど、バーってやってたら、なんかこの辺で娘が僕の股間見てちょっと2秒ぐらい止まってるんですよ。まあちっちゃかったあれですけど、まあ小学校5年って言ったら結構まあちょっと年頃、じっと見てるなと思って、え、怖怖怖怖、何見てんの、だからといって何見てんねんとかっていう関係性でもないし、なんかこう微妙な距離感で見てんなと思ったら笑ったんですよ。怖、俺の子か見て笑ったやんみたいな。え、この後どうなのと思って、もうタッ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 めっちゃ怖なってるんですけど、でも何も言われへんし、拭いてるふりしてたら、って来たんですよ。うわ、喋り出したやん、こいつ何言うの、何言うの、うん、金玉ってさ、金玉ってさ、何、娘が喋り出しで金玉ってさ、上の句それやったら下の句なんなんと思って怖なったんですけど、もう同時でとこ見せたらあかんから、あ、金玉ってさ2個あるん、2個あるんってなって、めっちゃ怖なってきて、え、何、何の話続くんこれ、金玉ってさ2個あるんって言われて、え、ああまあせやなって言ったら、あ、そうなん、いやらしいねんけどみたいな、このあと何の話続くんかなと思ったら、あのな、何々って言う子がおってみたいな、私休み時間でボーって立ってたら、その男の子が顔真っ青になってうずくまりながら私のとこ近づいてくんねやほんで、あのやって言ってくるから、どうしたんって言ったら、あの金玉って2個あるやん、いや私女やから知らんしと思ってみたいな、その娘の、ま、金玉漫談が始まるんですよ。ほんでほんほん言って、ほんで、あの金玉って2個あるやんって言われて、いや私知らんし、いや確かに弟とかパパのとかちょっと見かけたりはするけど、一緒にお風呂入ってる時でもそんな2個あるとか知らんし、そうなん2個あんの、うん、で、んで2個あるやんって言ってくるから、うん、それは私知らんし、いやあんねん2個、ほんでな、あの右の方めっちゃ痛いねんけど、これなんやろって言ってくるね、いや私女やから知らんしと思って、私に聞いてくる、金玉2個あることも知らんのに、右が痛いとかって顔真っ青やんや、うん、で私はあの保健室行ったら、そんな私分からんけど行ったらええやん、いやそういう痛みちゃうねん、いやどういう痛みやねんとか思って、ほんで、あの問題分からへんかったらええわってうずくまりながら自分の席戻って行ってんけどな、変な子やんな言うてパンツ履いて向こう行ったんですよ。なんかいろんな意味で怖っこいつそれ話の導入もやけど、一応芸人の父親に、なんかちょっと滑らない話っぽいやつ試してきてるやろ、なんなんこいつ将来とか、いやそれ言わんくてもいいじゃないですか、その、そんなにフレンドリーっていうか、まあ仲はいいですけど、そう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 、はい、怖かないやろ別に、いやでも娘さん小5になって股間見て笑われたらめっちゃ怖いですよ、一瞬ね、一瞬びっくりする、なんで笑ってんの、金玉ってさ、だいたい人間ってさとか男ってさとか鉄砲で撃ってさとかやったら分かりますけど、見てさ、焼いてさ、やったら分かる、金玉ってさ、怖っ、いや娘さんできたら絶対怖いっすよ、一緒に風呂上がってきて、どういうの
金玉わかんないこわわかんないこいつほんまデザートえぐいなお前メインちょっとのくせにね誰か出んやろすげえ僕ですね、行きましょうか。まあ、最初でございますね、はい、まあ僕も結婚して何年でしょうか、13年ぐらいでしょうかね、はい、まあ、子供も2人出まして、上が娘、下が息子ですね、今年でまあ11歳の娘と4歳の息子がいてるんですけど、まあ、子供ってなんかアホのようで賢いし、はい、でまあ賢いようでアホやなというまあ、うんこといつも思うんですけど、はい、まあ、うちの娘がですね、まあ、小学校2年ぐらいの時ですかね、ちょうどアホなんか賢くなってきたんかみたいなぐらいの時でしょうか、なんか僕がパッと家帰ったらですね、娘の顔のところにこう絆創膏が3つこう貼ってあったんですよ。ピッピッピッと女の子です顔に、ええと思って、ほんで帰ったら、どないしたんそれやつって、いやこけてん階段で、はい、うーんとか言ったら嫁はんが、はい、ほんまこの顔やねみたいな、はい、あんたいつも階段で帰ってきたらあかん言うてんのに、エレベーターで帰ってき言うてんのに、それで階段で帰ってきたら怪我して、はい、その何々ちゃんっていうこと、はい、同じマンションに住んでることをこの乗りして、はい、でこけてこう打ってな、はい、ほんまって、嫁はんえらい怒ってる、はい、ほんで娘も、でもさっきも散々怒られたのにまた言われたみたいなので、はい、うーんって言ってて、ようよう話聞くと、その〇〇ちゃんっていう子が同じ、まあ、仲良しの子やねんけど、まあ、今日はなんか階段で家帰れへんみたいなことになって、でこう階段で帰る時にこの娘の給食袋を、まあ、その〇〇ちゃんがこう引っ張って、で娘が行かれへんみたいなこの、まあ、ノリをやりながら階段でこう行ってる、でまあ全然おもろないんですけどね、まあ、子供やることですから、でまあそれをやった時に何々ちゃんがパッて話したんで、娘がこう行かれへん言ったところにガンって階段でなってちょびちょびちょびとこう怪我したと。で嫁はんはそんなもんな言って、あんた怪我しただけで別に向こうが怪我する場合もあんねんから、そんなもん階段で帰ってきたらあかんでほんま言って、うーんみたいな、またぶり返されたみたいな感じで、うーんってなってたんですね。ほんでまあ僕らまあ飯食って、で僕まあ早食いですから早く食べて、で横のソファーみたいなところでボーってテレビ見てたんですよ。ほんだら嫁はんのところにこう電話かかってきて、もしもし、あいやいやもうもうそんなそんなそんなもうもううちも悪いからそんなもんそんなもんええそんなもんみたいな、いやわざわざそんなもんええもうこれもうあかんもう階段でな、上がってきたらあかんねんっていつも言うてるのがもう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 みたいな、だいたいこう分かるじゃん、向こうの親からかかってきて謝りの電話みたいな、もう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 言うてる嫁は見ながら、もうこいつもおばはんになったな思いながらこうおったんですよね。ほんでバッて切ったら、ほんまや、まるまるちゃんのところのお母さんが謝りに来る言うてるわ、あんなもんあんたも悪いのになんで謝りに来なあかんのあの人らがみたいな、あんたがそんなんやからやって、で向こうでまるまるちゃんえらい泣いてたで、多分怒られたんやろって、わーわーわー向こうで聞こえてたわって、あんたもその二人が来たら大丈夫やでって言いやーって言ったら、うーんって、まあ、娘も言うとったんですよ、ね、ほんで、まあ、しばらくバーッと食べたらピンポーンってなって、ほんで嫁が来たわ言うてパタパタパタって走っていって、ほんで娘もパーッと一回続いたんですけど、娘が行こうとしてまたこう一瞬帰ってきて、こう絆創膏を剥がしながら、いやこれつけてたらあかんわとか言うて、パーで向こうに玄関に行ったんです、娘が、まあ親バカですけど、僕はこれそれをパーで見ながら、おいって思いながら、こう娘魔法でしたけども、小学校2年であれみたいな、ちょっとこれは嬉しい父親としてはと思う。ほんならまあガチャって開いたら、うめーって向こうの子がもう怒られて泣いて、悪いことしたなと思ってるんですよ、ええ子やから。ほんならうちの娘マオなんですけど、マオなもう大丈夫、うわもう怪我してこんだけ、もうあんたもうこんなしてあんたがやったやでこれとか、うめーみたいな、ごめんみたいな、ほんならまあ娘もいやそんな大丈夫やでみたいな、全然平気みたいな娘も言ってる。ほんならもう嫁はんが、もうそんなもうマオナちゃんそんなかんで、そんなもうこのマオナも悪いからそんなもう思いと、ほんで一通り終わってね、ほんでバーって帰ってきて、ほんだら娘がこうそのままご飯バーって食べ出したから、まあ父親として嬉しいし、なんて言ったらいいんかなと思って、さっきあえて行こうとしたけど、一瞬帰ってきてこう絆創膏外したやん、あれなんで外したんみたいな、はい、言うたら娘が、ええー、みたいな、だってあれつけてたら丸々ちゃんと丸々ちゃんのお母さんめっちゃ心配するやん、だからへっちゃらっていうところ見せなあかんから通ってみたいな、ああそうかって言いながら、僕も全然大してリアクションしませんでした、ああそうなんやって言ったんですけど、ええ子に育ってるなと、親バカですけども、自分の娘の成長を喜んだわけです、賢なったなと、よかったと思ったんですね。でそれからまあ3週間か1月ぐらいでしょうか、
うちの家は娘は芸人絶対なってはいけないということを僕言ってるんですよ、うん、僕んちの子供は絶対芸人になるのはダメなんです、はい、西だと、はい、でもその幼稚園の時一回芸人になりたいみたいなことを言った時も、はい、まああることがあって、まあ、亡くなって、はい、でもうちは芸人あかんっていうの娘も知ってんのに、はい、なんかそのまた違う友達にマーナちゃんと私お笑いコンビ組むとかって言われてそれが嬉しいからうんやろうみたいになってお笑い芸人になりたいというよりそのこと何か一緒にやりたいみたいなことになるとなら嫁はんから LINE が来てまたマウナがお笑い芸人になると言い出していますみたいな、まあ、作ってきたんですよ。でわこれかなんなと小学校にね結構物心ついてるから頭ごなしにしてしてもな思いながら、まあ、ちょっとこうスルーしてたんですよ、はい、で、まあ、またある時こう家族でご飯食べてたら娘こっちに乗ってなんでパパは私がお笑い芸人になったらあかんっていうのみたいなって言ってきたからあこの間のこともあるしこれちょっとちゃんと喋ろうと思ってあのサーチでお笑い芸人なんでパパがマウナになったらあかんかっていうのは別に意地悪で言ってるわけじゃないっていうのだけ分かってほしいねつって、うん、あの今でこそパパはなっつって新喜劇にも出させてもらってるしテレビも出させてもらってる、うん、もうお金もあるしアルバイトもしてないでもなっつって知ってるやろって家の前斜め前のファミレスでパパはずっと結婚した時バイトしとったん、うん、なお笑い芸人で全然ご飯食べられへんかって、うん、アルバイトしながらでママとなパパは結婚したのに、はい、普通男が稼いでお金いっぱいあげなあかんのにもうママが半分生活費を払ってでパパ半分ギリギリやほんでうわもう仕事全然ないわってほんましんどかってでパパの友達な全員テレビ出てると思ってるやろって全員がその新劇の舞台出てると思ってるやろって出てへん人もいっぱいおんねんその中でな、まあ、何は幸せになってほしいしちゃんとご飯食べてもらいたいそやからお笑い芸になったらあかんくて安定した仕事になってほしいねっつ今なマウナがもう大きくなってパパお金ないわって言ったら今あげれるかも分からへんそやけどパパとママが死んで雲の上から見てる時にわあ私お笑い芸人になったけども子供にウィー買ってあげたいのにお金芸人になったからないわめーってなってても助けに行かれへんとそれがすごい嫌やからそうお笑い芸人にならんとってほしいねマウナが生まれた時パパはマウナが欲しいと思ったけどももしこれでマウナのミルク代稼がれへんと思ったらパパはお笑い芸人やめようと思ってたんよみたいなことをまあずっとこう喋ってたらお茶碗と箸持った状態でこうやってうんうんってこう聞いてるんですけど途中で涙パーッと溜めてきてポタッとってなってってなってるからああってなってだからまあそういうことでパパはお笑い芸人になってほしくないなと思うねだからちゃんとした会社に入ってほしいなと思うねでパーッと食べ出したらほんで娘はずっとこのままポタ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 ってなって食べながらどないしたんなんで泣いてんのって言って言うたら娘が、はい、パパが笑い芸人になったらかって言うからめーってただ否定されてることになって意味分かってその感動して泣いてるのかなってただただ否定されたことが嫌やからめっちゃアホやんいや子供はスポットですよその前のことがあったから賢くなったんかなと思ったら、はい、もうただただ私お笑い芸人になりたい言うてんのにあかんって言うやんで泣いてた、はいね、アホやなもう、うちの娘アホでしたまんねそういう話でございますね、あ、僕ですか大輔です、僕中学校1年の時なんですけど、うん、あのもう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよまあありますよ ね, ね時期ですねほんまにもう胸触りたいと、うん、で考えた時に、うん、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ、うん、で、うん、これお姉ちゃんのもう胸触ったろとこれはすごいもう何も触りたいねんいやー滑れへんな緊急告知ひとし松本の滑らない話 DVD 第1弾好評につき第2弾発売決定詳しくはこちらの番組ホームページアドレスへアクセス僕中学校1年の時なんですけど、うん、あのもう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよまあありますよ ね時期ですもうほんまにもう胸触りたいと、うん、で考えた時に、うんお姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ、はい、でこれお姉ちゃんのもう胸触ったろとどうしてもやから中1の時やからねやったろですもんねで、うん、触ったろと、うん、でも、うん、これ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれ言うのもやっぱりちゃうと、うん、ほなこれもう寝てるところを、うん
触るしかないとね。ほんで、うん、お姉ちゃんが、まあ、風呂入ったわけですよ、うん、で、ね、うん、でここやと今日やと、うん、その時お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ、うん、おばあちゃんと3人だけやったんですよ、うん、でおばあちゃんも部屋に入ってたんで、うん、ここやと、うん、ほんでどうしようと考えて、うん、お姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうと、うん、ほんで、お姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ、うんうん、ほんで、今やと、うん、いうことでお姉ちゃんの部屋行ってもうこういうベッドの下にスポッと入って、うん、ずっと息を殺して待ってるわけですよ、うん、ほんなら、うん、お姉ちゃんが階段上がってきて、この僕の上でなんかパジャマとか着替えとるわけですよ、うん、で、その時はもう俺もう正体消してるわけなんですよ、うん、もう息もうゆっくりしてね、うん、バレんように、うん、ほんで、うん、お姉ちゃんがまあ言うたら、まあ、パジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか、本読んだり、はい、その間ずっと下でもずっと待ってるわけですよ。辛いですね、寝静まるまで時間かかるまで息を殺して、すごいよね、はい、ほんで1時間ぐらい経った後ですよね、はい、ほんならカチャカチャカチャって言うて暗くなったわけですよ。はい、でよしここやと、でもまだ眠りが浅いと、浅い、はい、もうちょっと待とうと、そっからまだ20分ぐらい待ったわけです。ほんで今かなと思って、ほんでよし出ようと思ったけど、やっぱり落としたらお兄ちゃん起きたらえらいことになるじゃないですか。だからもうゆっくりですよ、ゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ。すごいな、これはすごい、すごいな、俺を触りたいねん、一世一代やね、これすごいね。ほんでベッドから全身出たんですよ。そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよ、こう。ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ、寝てるほんでこう隠れながらこっちお姉ちゃんの頭ですよ。ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ、ほんでガッて触ったらこれまた起きると、これゆっくり行こうと、ここまでゆっくり行こうと、ここ大事よ。ほんでどうしようかなと思って、こういった時こう息したお姉ちゃんこうなるじゃないですか、胸が2つね、こう、はい、まずは、うん、あの逆らわんとこうと流れにね、こうなってる、はい、こうなったらお姉ちゃんがあってなったらもうえらいことやから、まずこの息に合わそうと思って、まずこういって、うん、流れに逆らわれたわけですよ。今全然普通ですよ、お姉ちゃん気づいてないですよ、起きないですよ。ほんで1本ぐらい続けててここやと思って、次はこの波に逆らったわけですよ。逆らうんですよ、こう、はい、ほんならプニャンってなって、うわ胸柔らかと思って、うわ胸柔らかと思ってたら、お姉ちゃん急にバー起きたんですよ、いやっ言うて、で僕ももうやばいと思って、もう言い訳するのも慣れたんで、そのまま部屋に帰ったんですよ。んで部屋帰ってやっばー思ってガーなってたんですよ。ほんでまあ大丈夫かな思いながら、もうバレンとってくれ神さんお願い言って寝たんですよ。で次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんでなんかご飯作ってあるから言って、ほんで パンバーン食べてたんですよ。でお母さんもこれ気づいてない、大丈夫かな思いながら食べてたら、お姉ちゃんが急にうわー言うて起きて、うわー降りてくるんですよ、階段2階から。でやばいと思って、もう行ってくられると思ったら、お姉ちゃんが大輔お母さん昨日お化け出た言うほんでもう僕持ってるパンブワーッ振り出してお化け出たんやおー怖いなー言いながらパンバーン振って日本早いバスで行きましたずっと降りてチャド来た、チャド、うん、来ましたに、うん、僕のヒーヒーヒーおじいさんが、うん、チャドが出ないんです。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャド来た、チャド、うん、来ましたに、うん、僕のヒーヒーヒーおじいさんが、うん、羊泥棒やったんです。滑らない話なんですけれども、今年の12月でですね、放送開始からなんと5年を迎えました。すごい、ありがとうございます。そんなになりますかね。5年ですね。すごい。いや今まであのだから5年間でですね、放送回数16回を、はいはいはい、なんと455個の話を、滑らない話を、ね、これありがたいことにですよ、 DVD がですねなんと260万枚。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。
けども本当僕出てくる時にあの娘に、はい、お父さんそこそこ稼いでくるよって言さあ本当今回いろんな詰めるの話ございましたが、はい、大輔さんは印象に残ってる話、はい、ございますでしょうか。僕あれですね、はいはい確か第10弾のゴールデンの時の松本さんの、うん、あのマンションの駐車場にてっていうやつですね、うん、あのバイーンバーンやったらバイーン効果ガラスありがたかったですね。ジュニアさんはジュニア僕はですねあの第1弾の、うん、大輔 の、はい、あのお姉ちゃんの顎の矯正の話なとこあれがやっぱすごく印象深いですよね。こう寝てて、うん、ね。これ僕のお姉ちゃんの話なんですけど、うん、まあ僕ちょっと見てもらったら分かるようにちょっとこう しゃくれ気味じゃないですか、はい、お姉ちゃんの方がもうちょっとしゃくれてるんですね、うん、ほんでお姉ちゃん小学校6年の時にこれは嫌やと、うん、あ女の子はね、はい、で矯正したい言うたんですけど、まあ、高いからどうしようかってなったら、うん、アメリカ製の ここに強力なゴムが入ってる、うん、こんななんかちょっと帽子みたいなのがあるんですよでそれで寝てる時にこう顎って出ていくんですって。だから寝てる時にグッと押さえたら治っていくんですよ、はい、ほんで寝る時にその帽子かぶってその強力のバンドのあれをここにこうやってこうやって寝るわけですよ、ね、ほんでお姉ちゃん寝てるじゃないですか。夜になったらそれかぶり寄るんですよ。ほんでお姉ちゃん寝ててお姉ちゃんが熟睡したら強力だお姉ちゃん、お姉ちゃん、開いてるよ、またこうで、しばらく1時間したらまたこうこれほんまに治んのかな、思って治らんやろ、それ治らんやろ治らんやろ、でもバリバリ強力な気抜いたらあかんねん気抜いたらあかんねん気抜いたらどうなの気抜いたらこうコムトうん、落ち着いてるな。ここもっとここもう一回ちょっと一回リセットせんとね。はい、そうですね。あんなことがあった後やからね。あんなことタクシーがね。あんなことあったから。あんなことあったから。あんなことあったから。これでいいんやったらこの番組一生できるやん。そうですね。見つけましたね。見つけてしまったね。見つけたか。はいはい、あれ何この落ち着きやの非常に言いにくいんですけども、はい、姉がレズです。そうか、それがあったか。また言うたごめん、総集編でも言うてもった。怒られたから、また怒られるで。お姉がもうあのコンビニしか行けないんですよ今。その行けなかったコンビニの店員がレズなんでしょ。もう何せもうどこも行かないの。もうどこも行かない。今また言うてもった。でもね、一周はしたいですもんね。皆さん、初めてですね。はい、私は3人兄弟で兄貴がいて妹がいるんですけども、妹が、今40かなぐらいになりまして、まあ、ちょっと、親戚中に女の子が1人だったっていうのもあって、ずっと可愛がられすぎて、もう外界との接触をほとんど断たれてたぐらい、あんまり人との接触が慣れてない感じに育ってしまいまして、ちょっとおかしな子になってしまったんです。で、今の実家 あのガレージをたこ焼き屋台に変えたところでたこ焼きを焼いてるんですけども、たまたま、あ、大輔君も知ってると思うんですけど、たまたまこの間松本さんとタムケンと大阪でやってる番組、はい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 、松本家の休日という番組で、はいはい、その近所でロケがあったんです。で、この近所そういや実家ですわって話したら、松本さんがちょっと寄ろうやお前の実家と。いやもう時間もないですから、次の現場行かなきませんから、いやロケバスの中からちょっと顔出すぐらいでもええやん、久しぶりなんやろ、もう何年も帰ってないんやろから、確かにちょっとサプライズで、多分妹 たこ焼き焼いてるから行きましょうか、じゃあ一瞬だけですよって言って、
もう一軒家のガレージのとこもパッとつけて、うん、ね、このスモークのガラスからスパーンと開けて、うん、妹焼いてますよ、はい、こうやって。ほんでまず久しぶりに帰ってくるお兄ちゃん、はい、ね、はい、そしてもうすごくお兄ちゃんが世話になってる大先輩の松本さん、うん、はい、そしてお兄ちゃんが可愛がってるタムケン、うん、何よりもテレビカメラが急に来るわけですよ、はい、何の前触れもなく、うんうんうん、その時の妹がたこ焼きを焼いてスパン、ナオミパッと見て、うん、もう一回たこ焼きを見たんですよ。まあおかしい。そんなバカな、そんなありえない話じゃないですか。ありえない、まずありえない形でお兄ちゃん登場なわけですから。しかもお兄ちゃんズラかぶってます。いつものお兄ちゃんが。なのにナオミおかしいリアクションが、うん、なんなんっていう子なんです。ほんでじゃあもうとりあえずお前では話しない、 おかん呼んでくれと。でおかんもその状況サプライズですよ。おかん突っかけ上げながら爪楊枝をこうしながらバッと見て、なんなんって言ってます。もうちょっとマジな、マジですよね。おかしすぎるんですよ。でそんな妹過去にも大失敗というかとんでもないことを犯してて、あの僕の結婚式も20年近く前ですかね、結婚式の時に、まあ、ちっちゃいお金、その当時お金のやつがちっちゃい結婚式でしたけども、そこに何人かも相方とか後輩も来てくれましたので、大輔がねその時にこのビデオカメラを記念に回してくれてたわけです。ほんでいろんな人にね、蛍原さんちょっと結婚一言お願いしますみたいなことをずっと回っていくわけです。もちろんたった一人の妹ですよ、はい、大輔君は直美ちゃんお兄ちゃんの結婚で一言パシッとこうカメラをパシンとするあれ、直美ちゃん、ちょいちょいお兄ちゃんの結婚式におめでとうの一言、パシこのラリーが3、4回パンパンパンついたのに、最後にカメラに向かって、だから私こんなに来んの嫌やってびっくりした、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 数人の身内に抱えられて妹をはけていきました。身内ですよ。まあちょっとね、変わった人ですよ、ね、河川敷によくいらっしゃるおばちゃんの話じゃないですか。実の妹なんです。実の妹変わった人ですよ。一生懸命たこ焼き焼いてます。繊細なんですよ。シャイでね。可愛らしい。シャイですね。可愛らしい。独身だの。可愛らしい。まだまだ滑らんな。かかられんぞ。ここまでの放送は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そういうことちゃうんだ。パッと入ったら半ズボンやったんですよ。猫って猫お、稲田出たよ。ありがとうございます。はじめまして、アインシュタインの稲田と申しますが、僕はじめまして、もうあの吉本というか芸人さんのブサイク芸人の歴史を終わらすんじゃないかと言われるぐらいのものなんですが、あのまあいろいろありまして、まずあのちょっとよく先輩に言われるのがですね、お前おでこ何色やねんって言われることがすごく多いんですけど、確かに自分でもわからないのでヘラヘラしてごまかしてたんですけど、あの携帯のアプリでですね、あの色彩メーカーというなんか色を識別できるカメラモードになって、例えばリンゴを写したらレッドってなってたり、バナナを写したらイエローってなったりするやつがあって、あ、これで分かるんじゃないかと思って、はい、僕男にこうパッてやってたら、うん、漢字で銀ネズミって銀ネズミ、銀ネズミ色なんや、色見たのか何か分からなかったえ、なにそれだけ、ネズミやる必要ある、銀でいいの、no! そうなんです、いやなんかそういう色があるらしくて、まあなんかいろいろちょっとおかしいんですよ僕は。だからあのそんな僕なんでね、あの劇場であの女装ライブという、あの芸人が女装してあのライブをするというイベントに呼ばれまして、であのその芸人さんのメイクをあの近所の劇場の近所の美容利用専門学校の生徒さんたちがあの課外授業としてあのやりに来てくださるんですよ。でまあ、芸人5、6人いて、で、まあ、こう横に並んで、うん、であの芸人1人につき、あの担当の生徒さんが1人ずつついていくんです、うん、でも若い女の子たちだし、もうこっちも芸人ですし、もうみんなキャッキャキャッキャしてるんですよ、うん、
でも僕の担当の子だけ、え、私この人なのっていう、そのちょっとなんか不安そうな顔されてるんです。では、せーので、まあ、皆さんメイクしだすんですけど、どん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 やっぱ仕上がっていくんです。もう女装するから、まあかっこいい芸人さんたちをいっぱい集めてるんですよ、うん、どん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 女装になっていくんですけど、僕だけはもう全然なんか進んでなくて、で、あの鏡越しにその生徒、女の子の生徒さんが見えるんですけど、え、もうどうし、え、この場合はどの道具使ったらいいのかなっていう、このなんか泣きそうになってるんですよ。そうこうしてる間にどん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 仕上がって、あの行ってきますって言ってくる芸人もいますし、で、あ、どうしようどうしようって、もう最後の一人になったんです。でもこの生徒さんもすごい、もう、あ、もう分からん、どうしようって、もうパニックになったようで、部屋からバーンって出て行ったんですよ。ほんで僕もあれ一人にされたって思ってたら、あの扉越しにうっすら、先生これって成績に入らないですよね。あまりにもな、私のやつだけむずいんですか。違う違うでした。レベルが違う。一人何問やからな。大事なね、授業でちょっと申し訳ないことしちゃったなという話でした。いや、誰も悪者はいないんやけどなと思いますよ。お、中田、これはですね、うん、吉本の養成所の NSC っていう、おい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 、ところに僕が所属してた頃の話なんですけども、NSC でですね、まあ、ちょっと言うのはばかるんですけども、僕同期の女芸人と付き合ってたことがあるんです。おここまでの放送はアース製薬、NTT 東日本、NTT 西日本、ホンダ、シャープとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。吉本の養成所の NSC っていう、おい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 、どこに僕が所属してた頃の話なんですけども、NSC でですね、まあ、ちょっと言うのはばかるんですけども、僕同期の女芸人と付き合ってたことがあるんですよ。で、まあ、僕にとって人生2人目の彼女なんですね、はい、僕全然モテなくて、1人目は大学1年で、それも3ヶ月ぐらいですぐ別れちゃったんで、もうほとんどほぼ童貞ですよ、ね、ほんまやな、ほぼ童貞の、もうほぼチェリーボーイの状態で付き合えた、付き合ってちゃんと付き合う彼女だから、ものすごい嬉しかったんですよ。ただNSC っていうのは同期と恋愛ご法度なんですよ。あ、これでバレたら即クビなんですよ、だから僕もその彼女もひっそりと愛を育んでたんですよ、バレーようにね、ひっそりと、そしたら半年ぐらい経ってからですね、同期で結構飲み行ったりするじゃないですか、でその飲み会で一人の同期の男が、あのさ、俺最近一人同期の女にめちゃめちゃ言われてんだよ、言うんですよ、何って言って、で聞いてみたら、それが僕の彼女なんですよ。で俺うーわー思って、いろんなもうパニックになっちゃったんですけど、もう秘密にしてるし、バレたらこれもうご法度ですから、何も言えないまま飲み会終わりで、もうすぐ電話して、これどうなってんのどうなってんの、すぐ来て、とりあえずすぐ来て話がしたい。もうその時西大井の NC やったんですけど、品川の駅に呼び出して、僕コンビニで待ってたんですよ、もう立ち読みしながら、もう全然内容入ってこないですね。これもいらんなと思ってたら、彼女来るんですよ、彼女うわー来たら、その後ろにその男ついてきてるんですよ。うわーと思って、その男と女入ってきて、その男が俺に、おい文句あんだったら外出ろよって言うんですよ。おお、僕喧嘩したことないんですよ。うわー、彼女にあんだけ言ったのに、うわーなんて。で向こうは元ヤンキーなんですよ、で柔道もやってるんですね、絶対ボコボコにされる、お父さんにも2回しか殴られたことないんですよ。うわー思って、僕が取った行動が、その男がふわってコンビニ出た瞬間に後頭部ガチーンって言ったんですよ。うわーって全身ざらでガチーンって言ったら、そいつ振り向いてピンピンしてるんですよ。そしたらその彼女が、やばいよ色やばいよって言うんですよ。で何かなと思って俺の手見たら、俺の手がもうパンパンに青紫になってるんですよ。うわーって、そしたらその男も、いやお前それやばいんじゃねえかって俺の心配してくれたしね、3人で病院行ったんですよ。
すぐ行こうすぐ行こうっつって病院行ったら折れてますと、何があったのかは分かりませんがめちゃめちゃ折れてますと。でもう俺悔しくて、もう彼女に手出されるわ、卑怯な手使うわ、折れるわって最低だよ、もう最低だよ、もう散々の面持ちでバーンドア開けたら待合室で2人がめっちゃキスしてたんです。最悪やな、これがただの実話ですからね。これは辛いな。伝えたい話だね。タイトル変わった。僕初めて公の場でこれ言えたんだよ。いや伝わった。伝わった。伝わった。絶対忘れない。すげえな。あずま、はい。じゃあちょっと爽やかな話を。あ、いいね、爽やかな話。はい、まあ、せっかくちょっと私結婚したということで、はい、彼女が初めて僕に料理を作ってくれた時のちょっと話なんですけど、この後新婚アズマックスが新婦安めぐみさんの滑らない話。滑らんな、滑らんな、滑らんな。ここからの放送は積水ハウス花王と、まあ、とっても可愛らしい彼女なんです。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。With best wishes for Merry Christmas. あずま、はい、じゃあちょっと爽やかな話を。あ、いいね、爽やかな話。はい、まあ、せっかくちょっと私結婚したということで、はい、彼女が初めて僕に料理を作ってくれた時のちょっと話なんですけど、スモークサーモンの手まり寿司っていうおしゃれなものを作ってくれたの、で、まあ、酢飯を軽く握って、でスモークサーモンで巻いて、でパセリとなんかそのレモンをね、小切りね、ちっちゃく切ったやつをあしらって、はいはい、ラップでこうくるんだ。ただ僕がサーモンが大嫌いなんですよ。でうわ最悪だと思って、あれちょっと待ってよと、でも俺はサーモン嫌いって言ってなかったっけなと思ったんですよ。いやちょっと申し訳ないんだけど、俺実はサーモン嫌いなんだよ。うん、知ってる知ってる。え、だからそうやってサーモンが苦手だっていう人がこれ食べるとみんな美味しいって言うんだ。ああそっかそっかと。いやでも俺はサーモンが本当に嫌いだから、ね、食べられないから、うん、本当に作ってもらって申し訳ないんだけどごめんねって言ったら、そうそうでしょ、嫌いって言うでしょ、その嫌いっていう人がこれ食べると美味しいって言っちゃうんだからって。いやだからそもそもがおかしくないかと。ね、俺は嫌いだ、嫌いだって分かってるね、言ったよね、で分かってるね、でそれでも作る、ね、それちょっと絶対おかしくないかって話だって。いやこれはね、やすけでもうお母さん直伝のやつだからね、本当に美味しいからもう騙されたと思って食べてみて、うん、いやだからそうじゃないと、うん、俺騙されようが何しようがもうロケでも何でもね、もういろんな美味しいやつも食べてダメだし、うん、でまあ家の味かもしれないけどみたいなちょっと口論になってきちゃったんですよね。でいや向こうもいやもう強く出てきて、ね、いやあなたも優しくないとね、もし無理だったら無理でも一口食べて本当にダメだったら出せばいいし、でダメだって最初から言ってんじゃんっつって、いやだから もし食べられないんでもそれをね持って帰って、ね、もう本当に食べられないんだったらもう誰かにあげるとか捨てるとか、なんかそういう優しさはないのかと。まあでもそれもそうだなと思うけど、でも作る方がまずおかしいだろうと、でもちょっと揉めちゃったんですよね、でもまあもうこれじゃ拉致が上がらない、せっかく作ってくれたんだから、ね、でもまあどうにかこの喧嘩を収めなきゃいけないと思って、わ分かったと。でも本当に俺はサーモンが大嫌いだからもう食べられないから申し訳ないけどこれは自分で食べてくれって言ったら、私だってサーモンは苦手だって言ったんですよ。何だったの今の喧嘩って。ちょっとずれてると思った。とっても可愛らしい彼女なんですけどね。おお。行きます。はい。あ、ヤギ。あ、はいはいはい。うん。僕ね、人力車っていう
会社の所属してるんですけど、あの僕ちょっと一回不安になったことあるんですよ、うん、芸能人っていうのは、うん、そのなんかこういざこざを起こした時にね、うん、なんかこう大きい事務所だとなんか守ってくる組織があるみたい な、うん、なんかそんな話を僕漫画の世界ですけどそんなのちょっといやほらあるじゃないですか、うん、バックじゃないですけどそういうのがあるって聞いてたらうちの事務所小さいけども、うん、そういうのあんのかなと、もし僕がなんかやった時に、だからそれを社長に聞いたんですよ、うん、ちょっと社長が事務所にいた時に、うん、なんかうちの事務所もね、僕が例えば何かやった時にそれ守ってくれるなんかすごい怖いものとか、うん、なんかそういう力っていうのはあるんですかって言ったら、あると、うん、おあるんだと、すごいな、それ何すかそれって言ったら、うん、俺は殺し屋を一人知っているそこちょっとないでね一人殺し屋一人知ってるから一匹のところ一人すんなよ、まあ、そういうことじゃねえってそういうことじゃねえと思ったびっくりしたんだもん、その社長にあほやなさあ、もうちょっと続けますえぇ、これはすごいぞ、すごい、さあどうする、やっぱもう思いやりさあどうする、こういうことあるんですよ。じゃあ、中学2年の時なんですけども11月の下旬だったんですけどね、寒い日だったんですよ。2時間目が、体育の時間で、寒いからもう短パンごと上に学生ズボン入って、で3時間目が歴史の時間だったんです。どうでもいいけど、でこうやって歴史の授業を受けてて、あともう1時間で4時間で土曜日半ドンつった時代で帰れるななんて思ってたら、思いっきりお腹差し込んだんですよ。あ、これ下痢だな、冷えてんだなと思って、で先生すいませんって言って、ちょっとトイレ行っていいですかと、行けよお前、我慢できないのしょうがない、でトイレ行ってダーッと駆け込んだんですよ。で3つ台のトイレがあったんですけど、当然余裕がないから手前のトイレポンと入って、でもう何も見ないでバッとね、全部ずり下ろして、和式トイレですからその時代は、でこうやってトイレし終わってバーッと流して一呼吸ついたんですよ。さあお尻拭いて出ようかなと思ったら、トイレットペーパーがくしくもないんですよ。で今だったらこうなんか台かなんかがあって3つぐらい並んでるようなトイレもあるのかもしれませんけど、その当時何にもないんですね。で誰もいないからいいようなものの、でやっぱりお尻にうんこがついてますから、あんまりこう全部ずり上げるのも嫌だから、下半身丸出しの状態で全部くるぶしのあたりに学生ズボンやら何やら溜まってる状態で、カニのように横歩きして隣のトイレの方をパンと開けてみたんですよ。そしたらないんですよ。で最後窓側の方の一番奥のトイレ開けたらないんですよ。くしくも3つともないんですよ。でどういうわけか、そこが自分の古巣でもないのに元のところに戻って、意味ないですよ、意味がない、ただ U ターンラッシュみたいな。で戻ってまたしゃがんで、なんで不幸かな、もうお腹も収まってるしと思ったら、やっぱり何もないので、一番下に履いていた、密着していた白いメリアスのパンツ、まだ BVD のブリーフとか出る前ですよ、白いメリアスのパンツ、一番柔らかくて薄めだからいいやと思って、それでお尻を入念に拭いたんですよ。で僕もやっぱり中日っても子供もいいとこですよね、こんなもん流れるわけないのにポンと元気にしてて、水性が強いっていうの知ってたから、ゲーッと押しっぱなしにしたら、グワーグワーグワーっつって、なんだかんだ抵抗してましたけど、最終的にそれがきれいに入ってって、穴の中に半分ぐらい見えてるぐらいで流れ切る寸前ぐらいになったの。あ、もうこれならいいやと思って、もうバックレられるだろうと思って、早く授業戻んなきゃと思って、それでパッと入って学生相撲を直して出ていこうと思ったら、もう一回第2波が来たんですよ。うわ間が悪いけど、もう一回来たと思って、もう一回しゃがみ直してずり下ろしてしたんです。でちゃんと流したら、まだ少しメリアスのパンツを見切れてるんですけど、基本的にうんこも全部きれいに流れてくれて、透明なお水だけになったんですよ。さあどう拭こうかと思ったんですよ。で前の時間が体育だったんで、分厚いあの白いコットンの短パン履いてたわけですよ、ね、こんな硬いゴワゴワの拭いた後どこに捨てんだと思って、ゴミ箱もないと思ったけど、やっぱり拭きたい一心で拭いちゃったんですよ。でこれ見ると汚いから、これも流れてくれるかなと思ったんですよ。でバンと投げて、水性強いから大丈夫だと思ってガーッてやったら、さすがに流れない。だから何回も何回もガーッザーザーザーってやってて、もう一生懸命もうやってたら、ズズッズズズズッと流れてくれて、最後ガーッと右手で押してたら、でちょっと左手でフォローして、ズズズズズズってやったら、最後このちっちゃい穴にグギュ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 ッと収まってくれたんです。きれいに収まったんだけど、その白い分厚いコットンの短パンの後ろのお尻のパッチポケットに
でっかくその当時黒い太いマジックで古立ちって書いてあるのが全面に来ちゃったんですよ。もう何やったって揺すったってなんだって全然動かないんですよ。身じろぎもしない、もういいやと思って出てきちゃったんですよ。それでノーパンのまんま学生ズボンを履いて、で何食わぬ顔で歴史の時間に戻ったら、お前遅いなって言われて、何回も来まして、まあいいから座れみたいなこと言われて、あっという間に4時間目も終わって、で家帰ってちょっと不安だったんで、なんか酒飲んでたんだけど、親父の前でこうこうこういうことがあったんですよ。おふくろと親父の前で言ったら、親父が酔っ払ったか分かんないけど、完全にお前退学になるぞって言われたんですよ。こんなことやって古立なんてなってね、公序良俗に反するとかいろいろ言われて、で次の日日曜日だけど、おふくろと一緒に菓子折り持って、用務員室の方々が泊まり込みの時代だったので、行ってすいませんこうこうこうで言ったら、君か小立君っつうのはって言われて、昨日竹竿でこれで見てくれって、こんな竹竿でつついたってなんだって出てこないけど、一生懸命手使ったり竹竿のところでこうやって引っ張り上げたんで、君そういうの気をつけろよって言われた話なんです。小立てくん、小立てくん、小立てくん。いやちょっと連続できましたね。すごいな。いやだいぶ来たな。すごい。星が意外と出ないね。あ、順。あ、まあちょっと哀愁なのかなんかちょっとあんま分かんないんですけど。小学校高学年、はい、6年生ぐらいと思うんですけど、はい、あれはね、急にえらい季節外れに寒くなったのね、はい、ある時に、はい、だからまだ冬でもないのにえらい急に寒なって、で俺が こたつをね、はい、急に出したろうと思って、ちょっと、はい、例年に比べると1ヶ月ぐらい早いねんけど、はい、まあまあええかと思って、はい、寒くなったからこたつ出すで言うて、はい、ああ勝手に出したらええがな言って、でそのいわゆる俺の部屋ってないわけよ、はい、なんかテレビがあって普通な、なんやろ普通玄関入ったらすぐの部屋やねんけど、はい、そこで一応おとんとおかんは寝とんねんか、はい、でガーって開けたら、そのほとんどおかんの布団があって、その一番下のとこにこたつ板とかあんなんか、はい、ザー入れとんねんか、でもうまあまあもうしゃあないから布団ガーってやって、はい、こたつをねガサーって出したら、コンドームが50個ぐらいガラガラガラ、その時の親父早かったっすでもバレバレですからね。まあね、50個出るとね。うん、ああいうのちょっと嫌ですよね。ああいうの悲しいですよ。お、あ、これはもう解明しました。吉田さん。はい。まあ、子供が僕にいてまして、はいはい、で離れて住んでるんで、教育っていうとやっぱ一緒に住んでるお母さんのが入ってるんですよね、はいはい、で留守番する機会があります。向こうに行った時にうちの子と僕だけでお母さん出かけてて、で遊びに行こう、公園に遊びに行こうっていう前に、トイレ大丈夫かって言ったら、あ行っとくって言って、うんちをしたいって言ったんです、うん、で、まあまだちっちゃいから一応うんちもちゃんと拭くとこも見たらんとあかんからついていくんですよ、一緒に入って、はい、で後から聞いたんですけど、その元奥さんの教育でお尻の拭き方を下手になったらあかんからって言って、ウォシュレットを使うのを禁止にしてるんですよ。でも使うなって言うたら子供って使うから、このボタンを押したらすっごいドリルが出てきて突き刺さると、はい、怖いね。だから絶対触ったらあかんよって言ってて、あ絶対子供はそれを信じ込んでるわけ。ちっちゃい子供です、はい、ただその教育は僕知らないから、はい、トイレやって出たって言ったら、あなこれ押しって、普通にウォシュレットのボタンを、これ押しって言うわけです、僕も真正面で、でも押しって言ったけど、子供にとったら愛する親父が死ねっていうことなんですよ。だから自ら押して死ねみたいな、ですぐ僕は出かけたいから、何してんねん、はよしいやんっていうわけなんですよ。子供は信じてるからもうガクガク震えてきて、どうしてんどうしてんって言うけど、それを理由は言わないですもん、恐怖すぎて。で押されへんのか、パパ押したろかって言うて、いやーって自分で押すかなみたいな、もう葛藤なんですよ。パニックパニックパニックなんですよ。でパパに殺されるか自分でやるかっていうので、すごい葛藤があるんですよ。で
どうすんねんって、もう早く公園からもうどんどん暑くな、朝やったんで暑くなってくれ、日が出てって言うて、ほんなもう泣き出したんですよ。ほんなやっぱ男の子から泣くと、なんでこんなことで泣くのってやっぱり悪いから言ってしまうんですよね。こんなんで泣いて、なんや泣き、何があってん、説明してみって言うけど、まだその親に殺されろって言ったことを説明する術はないんです、気持ちも分からないから。で、押すでって言ったらもう両手で僕の手つけて、待って待って待ってっていう、そうですね、ドリル出てくる、なるわけですよ。ほんでもう自分でもう号泣で、でやっぱ決まるんですね、ああいう時って子供って自分でも覚悟するんですよね。愛する人にそこまで言われたら分かりましたパパ押してって言うんですよ。でそこの重大さがあんま分かれへんから、うん押すでって言うて押したら、まあ普通にピューってお湯出るまで時間差あるんですよね、ウィ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 ンっていうのはもうドリルが浮かんでるわけなんですよ。音がなぽいわ、またでウィウィウィン言ってお湯当たった瞬間に、僕後から知らんと説明わからなかったんですけど、当たった瞬間にパパありがとうって言うわ。優しいわ、めちゃくちゃ後から知りてむちゃくちゃ泣いてもて、俺言うてたが親に殺される子は最後俺言うて死んでいくねやって。どう聞いてるか分からないよな。ちょっと泣きそうにもなるよ。泣きそうね。ではこの人、久保田。お願いします。はい。すごいね。まあ僕結婚見えてちょっと結婚してるんですよ。うん、はい。ちょっと今結婚見えて、でも結婚だな。結婚先言いそうな。結婚見えて結婚してる。結婚してるんですよ。うん、でですね、ちょっとまあ嫁がですね。結構まあクレイジーっちゃクレイジーって、まあそのなんていうか、そのおかしいっちゃおかしいんですよ、うん、クレイジーワイフ、はい、服選ぶ時も、はい、あの半袖の T シャツなんですけど、うん、14色ぐらいのボーダーのやつ着てたりするんですよ。14色ボーダー、あんまし見ない見ないですよ。かなりのそうですコンプリートですね。そうです、そんな嫁なんですけど、一回その芸人やってまして全然飯が食えない時期がありまして、うん、で嫁はあの夜スナックで働いとるんで、うん、結構財布の中にお金入れとるんですよ、うんうんうん、で嫁が寝たのを確認して、うん、ベッドの下から財布の中にお金盗んだんですよ、うん、僕がね嫁の財布から、はい、で毎回小銭を盗んだんだったんですけど、もうバレなかったんですよそれは、うん、今まで、うん、でもうそろそろ慣れたからお金行こうと思って自分で1万円盗みまして、はいはいはい、ポケット入れて、うん、で仕事行ったんですよ、うん、ほんだらその仕事を始まる前電話のラッシュですよ、うんうん、で嫁からですよ、で何ないないねお金が、いや知らんがなそんなこと俺に言われても、うん、知らんなんで泥棒かな、いや泥棒じゃないけどお前使ったんちゃうの、うん、うわどうしようどうしたらいいかな、知らんがなもう仕事始まるから、うん、もうかけてくんなよってプチッと切ったんですよ、うん、で大変なこと起こったんですよ、うん、家帰ったら、うん、パトカー止まってるんですよ。うわ来た思って、これやばい思って、そうで家入ったらもう黒服着た刑事がソファーに座って嫁といろいろ話してるんですよ。お前何してんねんって言って、で寝室読んで、うん、いや盗まれたから読んだよ、いやいや読んだどうしようかな思って、言うしかないな思って、いやごめん俺やったよ、俺が一番盗んで、あそういや軽い感じで終わったんですよ、うん、ほんでそれから気づいたら5分後なんですけどパトカーの中入れられてて気づいた、あもうそのままはい、空白の時間になったらもう真っ白になってたんで、気づいたらまたパトカーの中入ってて連行しますか、はい、で俺どうしよう思って前科つくからちょっと降ろしてくれと警察官の人に運転するやつに頼むから降ろしてくれと、うん、夫婦で解決するからちょっと一回降ろせボケと、もうそういう感じになって思ったんですよ、うん、で嫁もそんなね俺を警察に送るような嫁じゃないと、一回もう一回話させてくれと、うん、いやでもそんなこと言いましてもね、ちょっと右見てくださいよって窓ありますよね、うん、パッて見たら嫁が行ってくれみたいな感じでこうしとったんですよ、連れて行ってくれ、どうぞさすがに世代、どうぞ連れて行ってください、その後ちょっと腹立ったんが運転してるやつがポンポンって鳴らしたんです、何のポンポンやねん思って行ってくるわみたいな、はい、コンビネーション取りでもなったかなめっちゃもんじゃない、今のでこいつが芸人100点人間0点値のホテルからいきなり1万はいたかわ小学生の話しちゃいますからね、嫁から盗んでるんですよじゃあ次いきますか、うん、よっしゃいきます、おコード、うん、いろいろ雑誌の方から写真をいろいろ撮られましてですね
いろいろ大変やったね。いろいろちょっと大変でして、はい、でまあその雑誌もなんとか奥さんにはバレないようにバレないようにと思ったんですけど、はい、まあ奥さんの周りにいるすごい情報網の、はい、ネットワークが、ネットワークがすごくてですね、ある日玄関開けたら。滑らんな滑らんな。僕ちょっと先週実はちょっと入院してまして、うん、憩室炎っていう大腸の病気やったんですけど、うん、まあ大腸なんで、うん、動きをこう働くのをやめるためにずっと点滴を打って、うん、点滴でカロリーを摂取せなあかんみたいな、うん、その病気やったんですけど、実はちょっとその前にいろいろ雑誌の方から写真をいろいろ撮られましたよ、ね。いろいろ大変やったね。いろいろちょっと大変でして、でまあその雑誌もなんとか奥さんにはバレないようにバレないようにと思ったんですけど、まあ奥さんの周りにいるすごい情報網のネットワークが、ネットワークがすごくてですね、ある日玄関開けたらもうその雑誌がそのピタッと開けた状態で玄関にあって、それを踏まなきゃいけないぐらいな感じで、平成のこのご時代に踏み絵をすることは絶対ないんですけども。でもカンカンに怒ってる最中入院してるっていうことなんで、まあおそらく嫁はまあもう怒ってるし、まあ見舞いにも来てくれへんやろなとかと思ってたんですけど、まあ嫁来てくれたんですよ。でまあ最初のうちは会話はそんなになかったんですけど、子供を預けて来てくれたりとか、いろいろこう二人きりになれる時間がすごくできまして、でなんかすごい初めてなんですけど、結婚して初めてなんですけど、なんか付き合いたての感じで多少ちょっとなんかこう会話するのにドキドキしたりとか、すごい新鮮になってきて、僕がなってきたんですけど、奥さんの方もおそらくなんかちょっといろいろお話しするのもなんかちょっとキュンみたいな、目も合わすのもちょっとなんか2人もちょっと恥ずかしいなみたいななって、でそれがずっと1週間ぐらい続いたんですけど、ちょっとまあね、入院してるんでそういう夜の営みとかっていうのもないし、食欲がないと性欲に直接つながらないんですよ。んであれと思ってて、んで退院して家に帰ってですね、でまあその間奥さんなんかいろいろ幼稚園のいろいろ行事でバレーボールやったりとかして、僕も点滴でここあざあんのに、奥さんもバレーボールで結構あざあってテーピング巻いてたりとかして、結構大変な中見舞いに来てくれたりとかってしてたんで、ドキドキして、僕家帰ったらちょっと奥さんとどうしても夜の営みをいいじゃないですなんかそれが行事的なことではなく、本当に付き合いたての本当のドキドキ感でやってたのが、嫁にも多少伝わってくれたのか、2人で寝たんですけど、退院後初めて奥さんがお風呂入ってくるねって言ったんですよ。もうすっげえ、いやもう本当にいいよって、本当に早く入ってきて、初めてなんですよ俺結婚してこんなドキドキしたの。お風呂から入ってね、シャワー音もちょっとええ感じに聞こえたりとかして、なんかホテルの感じな、うわなんか新鮮、で新鮮で30分ぐらいしたら上がってきたら、奥さんがブラジャーなしで、バスタオルをブラジャー代わりにしてここでずっとなってて、黒のパンツでここに白いテーピング巻いて、黒髪なんですよ。一瞬見た瞬間に俺長州力が全く長州力でしたね。今の今まで新鮮な気持ちで、僕の気持ちはこう、もう本当にこうなってるんですよ本当に。それが急に長州力ってこうなったから、それでもいろいろ考えたんです。なんかこれのジャケット写真とか、なんかいろいろなんかアーティストでなんかなかったヌード写真でもなんかあったやろと思ってたら、浜崎あゆみさんがロングでここで胸を隠すみたいなのがあったから、ここで一生懸命浜崎あゆみ、あの人浜崎あゆみ、浜崎あゆみっつってずっと祈ってパーッと見たら長州力だった。焼き付いてもうたからね。焼き付いてもうたから。ほんま怒られんで。ほんま怒られんで。まさか俺ちゃう。すげえ。あるんだこんなこと。何これ。三又さんの念や。すごいこれたまにあんね。まあうちね。もう娘が今もう4歳なんですよ。でまあまだだからちょっと1年ぐらい前なんで3歳ぐらいの時かな、はい、女の子なんでね、やっぱこうどうしてもね、プリンセスが好きなんですよ、はい、でシンデレラとかね、はい、ああいうなんすか、今やったらそれこそアナとなんやらとかもう、はいはい、全部女王でしょ、はい、あれ大好きなんですよね、はい、当時その時1年ぐらい前に
白雪姫が好きで、ほいで、リンゴをね、かぶってかぶってね、はい、死ぬんですよ。ほんで、俺にキスせえって言うんだ。おい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 、で、ピッてキスしたら、うわぁ、すごいっすよ、復活するんですよ。このくだりを1時間に7、8回掘り込んでくる。でしんどいなって思う、はい、思ってたんです、はい、だから飽きてきたら今度チェンジなんです、はい、僕が今度白雪姫、でもガブってやってへーって死んで、でキスされるの待ってて、でされたらもうふわーってやって、はい、ケタ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 笑ってるんです、はい、何がおもろいねんって思いながら、だからそんな時にね、ある時その嫁のお父さんお母さん、だからおじいちゃんおばあちゃんも家遊びに来て、でみんなで晩ご飯食べて、でまあ食べ終わった後団らんしてたら、そのうちの娘がちょっと片隅に読んで、また例のくだりをやろうぜっていうなるんですよ。まあしんどいな、でも向こうはもうなんか触ってるから、まあまあ大丈夫よ、こっちでやっとこうか、でまたまあ娘がぶってて、いや死んでキスしてね、で今度また飽きた頃にチェンジチェンジ、そうかと思って、でまた僕ガブッと噛んで、ベベベベって死んでキス待ってたんですよ。全然来ないんですよ、何やろ長いなと思って、はいはい、まあ長いなと思って、うっすら目上げたらね、おじいちゃんの手掴んでこう引っ張ってるんですよ。あら、まさか、あれ、いやいや、ない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 、初老と老人やから混ぜるな、危険ですよ、こんなの。ない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 って言って、そっから1時間ずっとこね出して、娘がもう、もう何ルールがわからないって言って、わからんのはこっちじゃって言って、まあまあそんな話なんですけど、あっつー、嘘でしょ、すごいですね、あのまっちゃんが家で子供にキスしてる、素敵な、素敵な、いきます。どうしようかな、短いやつでいいですか、はいはい、なんかね、やっぱりね、親父の悲しさみたいなもんが あるなと思うんですけど、まあ、娘いるでしょ、はい、まあ、娘も7歳ですけど、まあ、まあ6歳ぐらいの時かな、こんな箸置きがあるじゃない、こんな、はい、パパみたいな、うん、パパこうでしょ、こう1個持って、はいはい、こうでしょ、はい、こうするでしょ、うんはんうん、はんマジックかなと思って、うん、はんはん、でちょっとあっち向いてて、って言って、うん、はんはん、でこう向くじゃないですか、でこっちで嫁と話盛り上がって、そのままって、最悪や、肌抜かされて、いつ終わるんでしょうか。すごいな、ね、そういうことはね、しまーす。前前回ですね、あの僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか。はい、医師の話の前にひとまずこちら。僕中学校1年の時なんですけど、あのもう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね、時期ですね、もうほんまにもう胸触りたいと、うん、で考えた時に、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ、でこれお姉ちゃんのもう胸触ったろと。どうしてもやから、まあ中1の時やからね、やっぱそうですもんね、うん、で、うん、触ったろと、うん、でも、うん、これ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれ言うのもやっぱちゃうと、うん、ほなこれもう寝てるところを触るしかないと、うん、ね、ほんで、うん、お姉ちゃんがまあ風呂入ったわけですよ、うん、で、ね、でここやと今日やと、うん、でその時お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ、うん、おばあちゃんと3人だけやったんですよ、うん、でおばあちゃんも部屋に入ってたんで、うん、ここやと、うん、ほんで、うん、どうしようと考えて、うん、お姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうと、うん、
ほんで、お姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ。ほんで、今やということで、お姉ちゃんの部屋行って、もうこういうベッドの下にスポッと入って、ずっと息を殺して待ってるわけですよ。ほんなら、お姉ちゃんが階段上がってきて、この僕の上で、なんか、パジャマとか着替えとるわけですよ。で、その時はもう俺も、正体消してるわけなんですよ。もう息ももうゆっくりしてね、バレんように。ほんで、お姉ちゃんが、まあ言うたら、まあ、パジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか、本読んだり、その間ずっと下でもずっと待ってるわけですよ。辛いですね、寝静まるまで、はい、時間かかるまで息を殺して、すごいよね、はい、ほんで1時間ぐらい経った後ですよね、はい、ほんならカチャカチャカチャって言うて暗くなったわけですよ。でよしここやと、でもまだ眠りが浅いと、浅い、もうちょっと待とうと、そこからまた20分ぐらい待ったわけです。ほんで今かなと思って、ほんでよし出ようと思ったけど、やっぱり落としたらお兄ちゃん起きたらえらいことになるじゃないですか。だからもうゆっくりですよ、ゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ。すごいな、これはすごい、すごいな、もう触りたいねん、一世一代やね、これすごいね。ほんでベッドから全身出たんですよ。そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよ、こう。ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ、寝てる。でこう隠れながら、こっちお姉ちゃんの頭ですよ。ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ、ほんでガッて触ったら、これまた起きると、これゆっくり行こうと、ここまでゆっくり行ったら、ここ大事、ここ大事、ここ大事。ほんでどうしようかなと思って、こういった時お、ね、こう息したお姉ちゃんこうなるじゃないですか、胸が2つね、こう、まずは、あの逆らわんとこうと、流れにね、こうなってる、なんかこうなったらお姉ちゃんがあってなったらもうえらいことやから、まずこの息に合わそうと思って、まずこういって、流れにしょって、今全然普通ですよ、お姉ちゃん気づいてないですよ、起きないですよ。ほんで1本ぐらい続けてて、ここやと思って、次はこの波に逆らったわけですよ。逆らうんですよ、こう、ほんならニャーンってなって、うわ胸柔らかっ思って、うわ胸柔らかっと思ってたら、お姉ちゃん急にバー起きたんですよ、いや言うて、で僕ももうやばいと思って、もう言い訳するのも慣れたんで、そのまま部屋に帰ったんですよ。で部屋帰ってやっばー思ってガーなってたんですよ。ほんでまあ大丈夫かな思いながら、もうバレんといてくれ神さんお願い言うて寝たんですよ。で次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんでなんかご飯作ってあるから言って、ほんでパンバー食べてたんですよ。でお母さんもこれ気づいてない、大丈夫かな思いながら食べてたら、お姉ちゃんが急にうわー言うて起きて、うわー降りてくるんですよ、階段2階から。でやばいと思って、もう行ってくられると思ったら、お姉ちゃんが大輔、お母さん昨日お化け出た、ほんでもう僕持ってるパンブワーッ震え出して、お化け出たんやおー怖い怖いなー、いいなパンバーン降りて、日本早いバスで行きましたずっと震えて、僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか。はい、記憶に新しいでしょう。でそこで僕止まらへんかったんですね、あ実は後日談が、実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこ、ちょっともう、ビデオで撮ったろう、思春期やから思春期やから中学生ぐらい、それはね、いやそうですね、もうちょっと大きかったですね、もうちょっと大きいですね、今の、今のビデオカメラじゃないですもん、じゃない、結構でかいでしょ、ベータのベータや、はい、うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ、でそれが家にあったんで、絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ取ったろうって決めてたんですよ。ほんである日チャンスが来たんですよ、お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ、ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいいひんわけですよ、でここチャンスやと、ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメ、あのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ、で「はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな」思ったら、2階からこうタンスがカチャでこう閉まる、あっしこれパジャマ取りよったらそこまで分かるんだ、もう分かる、すごいっすね、ほんで
よしここやと思ってこたつに入って、こうこっちがテレビやって、でこたつにこう入ってるわけですよ。ほんなお姉ちゃんが2階からトントントンって降りてきて、ちょっと開けて、大輔さっきお風呂入っていいみたいな。で僕は全然楽しみじゃないと、今楽しみにしてたの隠して、いや入ってこいや、何いちいち言うてんねんお前強がってっていう芝居をしてるんですよ。興味全くないよ、興味がないとお前なんかに、ね、ほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ。ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケだ、なんか勝手口のね、あの塔がカタンって言うから、って言って声でごまかして、声でごまかしてゆっくり出て行って、でまずそれを置いて、あのお風呂のとこにこう行くんですよ。ほんでゆっくりこう開けて、ほんでもう一回こう戻ったんですよ。ほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭洗っとると。でここでそのベーターのカメラを回すと、ベーターの音がガッチャンうーんって言うんですよ。当時特に言うわね。だからバレるでしょ、バレるから、もうこっちのところへんからガッチャンうーんすげえ。ほんでここで見たいんですけど、ここやったらまたバレるから、向こうの方行ってこう停止グーンって押して、また撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して、巻き戻して再生を押してガチャンって見て、あ撮れてへんと、もうちょっと角度こうしたらええで決めて、またガチャンって言って行って、またこうするわけですよ。重い重いから、ちょっと重たい、でかいから、よし撮れたから、でかいから、ほんでまたそこでガチャ見るんですよ。ほんな取れてへんと。取れてへん、取れてへんかったんですよ。ほんでどうやったら取れんやろ思って、ガチャンうーん言ってパッと行ったら電気消えてたんですよ。やばいと思って、外にそれ置いて、また勝手口から入って、こたつの中入ってテレビ見るんですよ。ほんなお姉ちゃんがお風呂上がったでみたいな、もういちいちええねん、心臓バクバクですよ。ドッキドキしてるんですけど、普通予想って、めえねんそんなに、やめろよって言いながらね、やったというちょっと。でもそんなお姉ちゃん知らんやろ。お姉ちゃん知らないです。知らんよな。あ、これで初めて知るんですか。これで多分初めて。でも、その後ぐらいにお風呂覗いてても、近所の人に見つかったらやばいなと思って、一回お姉ちゃんに、お前もう胸見せてくれと。時間だった。えあお前よ、急やね、隠して風呂とか入ってるけど、なんかもうええやんけ兄弟見せてくれや言うたことはあります。何を言ってほらお姉ちゃん、時間だった。もうええやんってなんすか。大輔の言うてること分かるけど分かんのかい、分かんのかい、分からんやろ。いやそういうの言いますよ。これあのまあ、僕の身内ごとなんですけど、うん、姉がレズです、うん、マジで。2発さあ、これを僕 の、はい、あの妹の旦那さんの話なんですけど、うん、妹の、旦那さんというのはすごいええとこの子なんです、はい、あの名古屋の松川屋老舗という、うん、まあ、あのすごい老舗おまんじゅう屋さんに妹が嫁ぐことになりまして、僕が今まで、大きな結婚式、行かしてもらったベスト2、1位は陣内のりか、うん、2位はうちの妹なんですよ。それぐらい大きなところで、であのお金持ちと結婚するってなって、うちもわーってもう全然会えへんな、悪いな、貧乏やなというふうな感じになってたんですけど、あちらは本当にあの妹が名古屋行って帰ってきた時に、もう人間の数よりパソコン多かったわ言って、すごいもうええー、言って驚くぐらい。いやすごい、僕ら言ったらね、一家に一台ぐらいしかない時にええー、言って誰使ってんのみたいな話で、でまあ言ったら男前の割とシュッとした感じで、はい、すごいまあ昔からええとこの子、しかも大学では、うん、そのなんか伝統芸能のサークルに入ってるようなショーで、披露宴でファーンみたいなのをこう披露されるような方で、はすごいなと思って、で僕結構あの写真が趣味なんで、今あのおかんに、あんた普段から写真みたいなの撮ってんやったら、あの妹の撮ったりやって言われて、あ分かったっつって、まあ撮ってたんですけど、ケーキ入刀ですってなったんです。
まあ、その時にあのカメラをお持ちの前方は前の方にってなって、まあ、みんながわーって行きはるから、僕もその同じ方向撮ってもしゃあないから、もうケーキやって2人おって、こっちが撮ってる横から僕はまあ撮ろうかなと思ってこっちおったんですね。でまあパチ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 、ほんなみんなバーってやってたら、こう妹と旦那さんがこっち見てこっち見てみたいな言われるが、こうしてたんです。でそのたくさん来てはるからもう結構長かったんです。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたい。何それ。その時点でもちょうど古かったです。でめちゃめちゃタイムリーやったらまだあれですけど、こっち向いてください、こっち向いてください、結構考える、まああったと思うんですよ。その言うたらバーって撮って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう結構長くあって僕横パチパチ君らもパパラッチかあ何それ、全然思んない、全然思んない。いやもちろんプロじゃないです、こう皆さんが言うたらそれは滞在感分かりますけど、一般の方ですし、ええとこの子、そうやそうやで、お前、はい、もうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいても全然思んない。はぁって、ほんではぁと思って、ほんで次君らもパパラッチかって言ったら、こっちに集まってる人らもあは思って、なんで笑ってんの。愛想笑いにも程あるやろみたいな。ほんで横でパッと妹見たら、妹は全然このままやったんですよ。あ、ほんで妹も思んないと思ってんのかなと思って、そのまあ披露宴のちょっとなんか休憩ですかね、終わった時とかに妹とパッと会った時に、お前の旦那あれやろ男前やなって、うんそうみたいな、でもあの君らもパパラッチかって言ったらお前聞いてたかみたいな、うん全然思んないなみたいな言うとったら、ええねんお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんからあの人はみたいな、うん、そうやな、まあすごい、だから僕とは全然生き方ちゃうなという、まあ、そのええ人なんですけど、うちの母親死にまして、あのそれから何年か経ってですけど、大阪の病院で今晩が山やいう時に、僕の嫁はん、そしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかね、それと名古屋からわざわざその旦那さん、そうです忙しいのに今来てくれはって、ほんでバーってこう亡くなる前ぐらいにはもう僕とおとんと、そして妹でおかんっていう状態になってたんですよ。でまあ亡くなってわーみたいな泣いてる2人みたいな、僕もちょっと椅子横座ってぼーっとおったんですけど、ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからか分かんないですけど、嫁はんと娘が来て、でも娘あの嫁はんちょっとこう泣きながら、あのばあば死んじゃったでみたいな、まあ娘に言うわけですよ。娘ももう分からんからうんみたいな、でもバイバイと言うみたいな、でバイバイみたいな、でちょっとサーリーとか言って、うん、いやいやとか、なんかそんな絡みあって、うん、まあ、僕は別に喋らず、うん、まあ、もうええもうええみたいな。で、まあ、2人出て行った。ほんなら一泊ぐらい置いて、その旦那さんがこう入ってきたんです。で、僕の中ではまあ、あんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、あ、で、どんな感じでこう、その前に会った時に、だからもう向こうもって感じだったんですけど、僕こうやって待ってたら、ギーって会えたら、もう顔が、っていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうかちょっと泣きながらですけど、もうバッて入ってきて、僕こうやってパッて見た時には僕もうパパラッチのこともあるからちょっとおやおや死にたてほやほやではありますが、僕も悲しいです。でもパッて見た時にだから僕もちょっとえっと思って、でまあそんな着てもうてるし、そんな言うたらあかん。だからバッて妹はもうしくしくこう泣いてるわけです。そこにバッて、はぁ、あ、思ってる。はぁ、あ、おかしい、お前おかしいぞ。ドラマやん。はぁ、あ、何それが何か言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから何か言うんかなと思って、僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時にあれ顔ちょっとあれと思って、わーってカツカツが来たみたいな、何やそれ、何やドラマか、ドラマやったでお前、一回何回自分でこすんの。それでその旦那さんがこう来てやったら、妹も何やそれ、何やそれ、妹もここに手こうやって何やそれ。だ僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという。お前おか
しい、はい、だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという喋れば必ず誰かを傷つけるねえ厳しい、厳しいな、厳しい、お母さん亡くなってかわいそうやなと思いながらこっちどんな感じで聞いてたんやこれちょっと芸人の差がやなと思う、ほんま人いますからね、はい、来ました、うん、じゃあ星ちゃん行きますか、あ、はい、あるもう僕が小学校入るぐらい前にどこでどう見たんか、僕後でカオリングってみんな家族で呼んでたんですけど、うん、カオリっていう名前の妹なんですけど、まずね僕の毛を掴んで、女の子が毛掴んで、うん、ガンと床に押し倒すんですよ、で、カオリも僕もこれまっすぐの体勢になるんですね、うんうんうん、で香りが僕の毛を掴んだままどうやっても真似できないんですけど、すごいこのその場でこうゴロゴロっていくんじゃないその場で高速回転をするんですよ毛を持ったままでブチってちぎり切るんですよ、子供やから、ほんでちぎり切った後もうすごい汚そうにこうやって払って立ち去っていくっていうのがすごい、それをやり始めたんです無言なんですよ、やっぱおとなしい子なんで追い込んだら、でその何回やってもその体勢にさえ持っていかれへんようにしたらええって思っても絶対にそのなんかベタっていうのは完璧なんですね、着いたら最後もうカオリングや2階でやってても親が気づかんぐらい音なくこうその場でカオリングサイレントでこうやっていうのがあるんすよ、うん、でもう慣れてきたら、うん、もうこうやられてこうやったら分かるんすよね、もうこのガッと顔上げれないんですけど、ここの目で香りが回る同じ方向を読み取って、はいはいはい、僕も回ったら、はい、なんとかいけるんですよ、なんかふわふわふわってなってガッて逃げれるんですよ、でそういう時もありゃ逆に読みを間違えて半分の時間でちぎれる時あるんですよ、2分の1の時間でもうすぐバッて俺も協力してみたいな時があるんですよ、でじゃあフェイントがあったり、あの回転数をこう変えやってる時にそのリズム風じゃないけどこうグッて変な中途半端な一拍入れてとかをやるんですよ、ですごいその戦いで後半はもうこういう読み合いなんですよね、グッてやられながらで、それがすごい辛くて、もうあのおかっぱやったんですけど、あの根元から行くんで結構親ももうなんてことすんのって香りを怒るぐらいの傷なんですよ、で夏休みの時に親がもう小学校2年ぐらいになったらもう鬱陶しいから、もうおかっぱずっとおかっぱなんで鬱陶しいからってバリカンで切ってくれたんですよ、もう坊主にしたんですよ、ほんなんもう掴まれへん、はい、その時はこれカオリングに耐えれるとは瞬間に思い浮かばんかったんですけど、夏休みで妹が2階で絵を描いてたんですよね、宿題かなんかで、で案の定入っていって、うん、うわーこんな下手やなって言っても全然振り返らんと黙々と描くような子なんです、でやめとけのにうわーなんか気持ち悪いとか言ってたら、うん、だんだん分かるんですよ、そろそろ来るなっていうのが、カオリングが、でもやめとけええのにずっとずっとこう追い込んでたら、もう筆をバンって掘って来ようとしたんです、うんうん、でも来ようとした時に紙ないっていうの分かって、うん、あ僕もあ来ない、なんで、あそうや俺坊主やからやって言って、うん、紙ないんですって言って、ほんならチラッとこうその机の上とかにあるものを見たんですね、うん、ほんでもうそれぞれ物とか使ったら絶対あかんのにって言って、うん、どんどん狭めていったんですよどうすんねんって言ったら、もう案の定追い込まれて逃げ場がないから、真正面が正攻法で香りが初めて向かってきたんです僕に、うわー言うてガチで負けたんですよほんまに負けて、ガチで負けて、でそれを親が見てて、後からそのよ偉いなってあんたお兄ちゃんやなって、一回もそうよう我慢したなって言うけど、もうそうじゃないっていう屈辱が、プライドと屈辱でそうじゃないっていうのがあるから、
違うねんってこう振り払った、その妹にできなかったうっくんと、お母ちゃんもよう分かってん、なんかそのええ子やなあんたお兄ちゃんさすがって言うたんも違うから、違うねんってやったら、その親にも僕手挙げたことないんで、多分そのびっくりしたと思うんですけど、まあ慰めて頑張ったなってやってる感じで、その感覚を今までも味わったことないんですけど、もグーかパーかなんかよう分からんっての形で首をどつかれたっていうのが今でもすごいトラウマ。知らん、なんか分からん、ビンタでもないな、分からん形で、音も分かる表現できてる、いや分かんねえ、分からん形で、反射的に出る、反射的に出た形が分かんねえ、握ってもないし、そういうのすごい怖いよな、香りね、香りが嫌、怖いわって言ってたら出るんじゃないですか。おお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 、僕も今日来なかったらもう香取君に対する罪悪感のお土産しかなかった。香取君について喋っただけやもんね。そうですね、あの僕あの以前番組で、あの女芸人の方々とよく仕事を、はい、この後ついにヒーロー五郎稲垣の滑らない話って言ってたら出るんじゃないですか。ゴロちゃんやっと出ました。あの僕あの以前番組で、あの女芸人の方々とよく仕事を、久本君とかも出てたんですけど、であのよく番組回った後こう食事とかご飯に行ったんですけど、ただあの一番仲良かったのがあの友近さんだったんです、で、あの連絡先知ってるのも友近さんだけだったんで、いや友近さんに今日もご飯行きましょうって言うと、何人か女芸人さん連れてきてくださって、はい、で女芸人さんも10人ぐらいで僕一人だけみたい な、うん、なんかちょっと異様な光景なんですけど、ご飯食べてるんですけど、女芸人の方々って、話のもうほとんどがもう愚痴なんですよね。あ、友近さんとかはもうなんか祭りの仕事入れろや吉本みたいな感じで、祭りの仕事、祭りの仕事入れろや吉本、祭り好き、祭りがすなんかすごい好きみたいで、祭りの仕事なんかしたくて仕方がないみたいな、そうでしたそうでした、はい、でまあなんかご飯とか食べてると、でも本当にあのカメラとか回ってないのに、すぐ食べるんですよね、量で。一回豚しゃぶ屋にあのハリセンボンと大島みゆきちゃんと伊藤麻子さんと友近さんと行ったんですけど、店の豚が全てなくなっちゃったんですよ。食べたな。まあ、まあ、あのこういう話なんですけど。豚しゃぶがなくなった話。まだちょっと香取君に対する罪悪感しか残ってない。まだもうあと2回ぐらいはゴロちゃん喋ってほしいなと思ってるんですけどね。さあまだ出てない人は、はい、星さん、星さん、ね、Woke up with the sun, a golden kiss upon my skin, the shadows of the nightThey fade and let the light begin. A brand new day is born, a chance to start anew, to leave the pain behind and let the sunshine see it through. Sunrise through the scars, a symphony of grace. The world is bathed in gold.A smile upon my face. The hurt is just a whisper, a memory in the past. The future's full of promise, a new beginning built to last. The echoes of the storm still linger in my head, but the wind is turning nowA gentle breeze is spread. The flowers bloom around, their petals bathe.